長浜から望むチンタオチンタオは、瀬戸内海海上に位置する愛媛県大洲市の島。長浜港の沖合 13.5km に位置する有人島。平地が少なく、わずかな平地に集落が密集している。急斜面に家が立ち並ぶが、廃屋が多い。廃校になった小学校と中学校の建物も丘の上にある。もともとは無人島で、 1617年に大須藩の馬の牧場となった当時は馬島だった。寒栄年間にイワシの工業場であることが分かり、1639年に晩秋佐古志村より、あた七郎を名乗る漁師が一族郎を16個を引き連れて移り住んだと言われている。島は休憩者地が多く平坦地が少ないため、農業はあまり発展せず、産業の中心は現在でも一本釣りや 縦網等の漁業が中心である。特にひじき漁が盛んに行われており、ひじきはンタオの特産品となっている。最盛期の人口は1942年の889人で、それ以降は減少が続いており、1955年時点で834人、1984年時点で102人、2012年時点で16人、 2015年6月末時点でも16人、2018年10月時点ではわずか9人、2019年2月の時点では3世帯6人となっている。世帯数は1960年の135世帯が最高だが、平成22年国勢調査では人口19人、世帯数14世帯であった。毎年8月には、 愛媛県無形民族文化財に指定されている、ジンタウの盆踊りが行われているが、2014年は年々進行する島民の高齢化と帰省者の減少から開催見送りとなった。だが、翌2015年は、対岸の住民多数が踊り手として支援に入ることにより復活した。この島には、自動車はもちろん、自動二輪車、自転車まで一台もない。宿泊施設、 食堂、商店、自動販売機もない。診療所は2020年3月に廃止された。電気は海底ケーブルにより供給されており、水道用水は定期運行の旅客船により運搬されている。かつては、陳田尾神社のその上に小学校と中学校があったが、どちらも廃校になっている。このうち小学校の建物については、廃校後は公民館、 さらに後に簡易宿泊施設となったりしたため、比較的原型を止めているが、その背後にある中学校の建物はツタに覆われており、さらに行くための道も草に覆われているため、訪問するのは困難である。人道では2013年の時点で、漁師4名を含む50歳代から80歳代の島民15名に対し、すでに猫が100頭以上も生息していた。 島民の数が50名を割った2000年頃から逆に猫の数が増え始めたという。2013年9月、チンタオでの猫の生態を撮影した写真がブログなどに掲載されたことで一躍注目を集めるようになり、猫好きの観光客が猫目当てに続々と訪れるようになった。猫好きにはたまらない楽園とも評されている。ただ、住民の半数は猫嫌いではあるものの、 なんとなく共存してきたと語っている。2018年の段階では、島民はすべて高齢者であるだけでなく、人口もわずか一桁となり、島民だけで多数の猫の世話することが限界となりつつあり、また、狭い土地のため、猫同士の近親交配により生まれつき障害を持つ子猫が生まれるなど、いくつかの問題が顕在化してきた。2018年10月、 対岸の動物ボランティアの方たちや公益財団法人動物基金等による数年にわたる島民の説得やオス司との協議の結果、島内に生息するすべての猫に対し全島一斉不妊去勢手術を行うことが決定した。これは以前から全国各地で同様の事業実績がある公益財団法人動物基金が無料出張手術として主催し、 そこから獣医師等の専門スタッフ、職員の派遣や資機材搬入を受け、それ合わせて市からの補助金交付と職員派遣、県外外からの民間ボランティア多数の自主参加によって行われた。この事業で党内で確認された猫は当初の想定を大きく上回る211頭であった。うち、手術したのは172頭であり、それ以外はすでに手術済みであった。なお、 台風接近の影響で短縮日程となったため若干の捕獲、手術漏れが残ったと考えられた。またその後、一部の島民が隠して不妊手術等を受けていない猫がさらに十数頭いることもわかり、島内に合計で220頭以上いることが判明した。猫の生殖能力から死有一体で再繁殖の恐れがあり、不妊去勢の追加手術は喫緊の課題となっている。 一斉、TNR 終了後の2018年10月以降、TNR に協力した県内複数のボランティア団体や個人が不妊虚勢を受けていない猫の追加手術や、病気治療などに随時取り組んでいる。また最終的には、将来予想される、無人島下で島に残されるであろう、猫たちの救出をも想定している。その資金調達として、 チンタオ猫を支援する会を立ち上げ、SNS による外、クラウドファンディングによる呼びかけがなされている。なお、来訪者に対して、チンタオでの約束が、ルールとして策定されている。内容は、給時の制限やゴミの持ち帰りといった、一般的な内容のほか、島民の暮らしを乱さない項目や、後日の連絡船待合室に猫を入れないといった、項目もある。 長浜港の青島城船場との間に、賃貸海運が旅客船を午前、午後。長浜港は、伊予長浜駅より、徒歩、約2分。長浜港賃貸交換は、片道所要35分。毎日運航だが、天候により予告なく、欠航、または、出発時間を変更する場合がある。旅客船は、小型のため、天候が良くても波風が高い場合や、 波風が高くなると見込まれる場合も欠航となる。また、乗船予約は受け付けていない。2019年10月1日より、運賃は大人一人片道700円。ただし、当日の日帰りが前提であるため、観光客は長浜港発の便で往復券を購入する。なお、長浜港発の便では、乗船時に運賃の支払いと合わせて、 乗船名簿に記名する必要がある。午前の便は、長浜から賃島に到着した後すぐに折り返し、長浜に戻るが、午後の便は、賃島で折り返すまでに1時間の時間がある。そのため、午前の便、午後の便ともに、四国本土側から日帰りでの利用は可能であるが、午後の賃島行きは、午前の便で賃島に行った人全員が、午後の長浜行きで戻れるよう、船の定員から、 当日午前の賃貸を行きに乗船した人数を差し引いた人数に限り乗船できる。午前の賃貸を行きに乗船した人数が定員に達していた場合、午後の賃貸を行きには乗船できない。また、島民、またはその関係者の乗船が最優先であるため、島民の乗船があれば一般客の定員はそこから差し引かれた人数となる。ただし、近年問題となっているのは、 島民として扱われない墓参り客、帰省客である。それらの人は一般客として扱われるため、しばしば不便をこることとなる。このほか毎年10月頃、旅客船がメンテナンスでドック入りするため1週間ほど運休となるため注意が必要。過去には春から秋にかけて JR 四国が月1回程度チャーター便を使用した賃貸への日帰りツアーを実施したこともあった。 島民の人口が急速に減少しており、また無人島となることも時間の問題でもあることから、いずれ航路廃止となることが示唆されている。猫の島として知られる、主な島。ありがとうございます。